弊社は加古川市で肉用牛の肥育経営をしている会社です。肥育頭数は約330頭で、半数が但馬牛、もう半数が他府県産の黒毛和種の肥育をしています。現在の従業員数は2名。平成27年度の売上は2億5000万となっています。弊社は約70年前の昭和22年に私の叔父にあたる藤井文治が現在の場所に牧場を創業しました。昭和35年に私の父親が事業を引き継ぎ、磯田牧場となり肥育経営を続けてきました。平成22年12月に法人なりにして、株式会社神戸磯田牧場となり現在に至っています。社名に神戸と付けたのは、良質な神戸ビーフを提供したいとの強い思いからです。私は平成16年3月に農業者大学校を卒業し、平成17年に磯田牧場に入社しました。約5年間勤務して、平成22年12月の法人設立と同時に代表取締役に就任して現在に至っています。弊社は創業してから69年間肉用牛の肥育経営を行ってきました。日本のブランド牛である神戸ビーフを作るために、繁殖農家が育てた子牛を市場から仕入れ、約2年間育成し、主に神戸の中央卸売市場に出荷をしています。兵庫県は各地の高級銘柄牛を生み出す但馬牛の産地です。特に神戸ビーフは国内の人気が高まっており、需要は増加傾向にあります。海外でも人気が高くなっており、輸出国も11カ国に増えて、輸出量は年々増加しています。 TPP の妥結により、今後も輸出量は増加していく見込みです。しかし、このような神戸ビーフの人気の高まりに反して、兵庫県内の但馬牛の繁殖農家の数は高齢化のため年々減っております。子牛の出荷頭数は減少傾向にあります。この全国無二のブランドを守り強化し、兵庫県の誇る産業資源を日本全国に、そして世界に発信していきたいとの思いから、今回繁殖事業へ参入することにしました。これら1年をかけて50頭の繁殖用メス牛を導入していく予定です。繁殖はメス牛を導入してから種付けを行い、子牛を出荷するまで約2年が必要です。50頭のメス牛を導入するうちの5頭分、410万円の資金を今回ファンドで調達させていただき、生まれた子牛を出荷した売上から分配する予定です。兵庫県は神戸ビーフをはじめ、但馬ビーフ、加古川和牛など但馬牛を元牛とした県産和牛が多くあります。しかし、この地域和牛の知名度は決して高いとは言えません。今回のファンドを通して、兵庫県のブランド和牛を全国に発信できれば、他府県産の和牛に負けない人気が得られると考えています。そして、繁殖、肥育、出荷までを一社で行うことができれば、生産者の顔が見える良質で安心な牛肉の提供が可能となります。また繁殖事業に参入することで、事業規模が拡大し、地元から新規就農者を採用できれば、微力ながら地域の雇用創出活性化につながるのではないかと考えています。以上が今回繁殖事業に参入する私の思いです。